こんにちは、ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。もう11月の最終週になります。クリスマスも新年もね、迎えるのにパートナーがいないのよって人に向けてね、まずは神頼みから始めるために、北関東の有名な縁結び神社を調べましたのでシェアします。7社を純不動でお話しします。足利織姫神社、御祭神が雨の御鉾の御事、雨の八千姫の御事、御神徳が7つの御神徳で、良き人と縁結び、良き健康と縁結び、良き知恵と縁結び、良き人生と縁結び、良き学業と縁結び、良き仕事と縁結び、良き経営と縁結び、これがね、7つの御神徳なんですって。所在地が栃木県足利市西宮町3889、1の鳥居をくぐり正面にあるんだけど、229段あるという石段をね、登りご参拝いただきますと願いが叶うとされておりますってトップページに、ね、掲載されていました。229段登れば叶う縁結びってね、トップページにかなり大きく書いてありましたよ。縁結び坂っていうのがね、真正面にその229段の階段があって、左側だったかな、に縁結び坂っていうのがあって、その縁結び坂から山道をね、登っていただきますと七色の、ね、鳥居をくぐることができ、7つのね、御神徳がいただけるそうです。2014年、足利織姫神社は産業振興と縁結びの神様として恋人の聖地に認定されたそうです。二人でね、鐘を鳴らすと幸せになれると言われている愛の鐘も設置してあるそうですので、カップルでね、行ってもいいですよね。以前一度ね、お邪魔したことがあるんですが、とても混雑していました。今の時期はね、ライトアップもしているそうです。川越氷川神社、御祭神がスサノオの御事と串灘姫の御事、大名口の御事、これ大国主の御事の別名なんですね、と串灘姫のご両親とされている足名槌の御事と手名槌の御事の御柱の神様が御祭神なんですって。ご神徳が縁結び、紀元祭、季節行事、各種、あと八坂神社例大祭、新嘗祭などですね。所在地が埼玉県川越市宮下町2-11-3、神前結婚式とか縁結び玉、縁結びお守り、結ひもなどがね、おすすめだそうです。縁結び玉について、川越氷川神社にね、古くから伝わる境内のね、玉砂利を持ち帰り大切にすると良縁に恵まれるとの言い伝えにちなんで、本殿前のね、白い玉砂利を巫女さんがね、麻の袋に包んで神職がお祓いしたものなんだそうです。さまざまな、ね、出会いを経て、生涯をこの人と共に歩んでいこうと思える、ね、お相手に巡り会えた時、お二人揃って、ね、お参りの上神社に、ね、お戻しくださいって掲載されていました。でその際ね、神社からお二人のご縁が長く固く結ばれるように祈願したね、結ひものもとっていうのをいただけるそうです。これね、公式サイトに掲載されていました。高木神社、御祭神が高見結びの御事、御神徳が縁結びや家庭円満、育成健全の神様。所在地が埼玉県熊谷市宮町2-93、結びの神をね、お祭りする高木神社は熊谷総鎮守のお社として崇敬されているそうです。2本のね、イチョウの枝が結合したイチョウの木にね、ちなんで夫婦和合とか縁結びの象徴と言われているそうです。またね、樹齢800年とも言われる巨大なね、欅が御神木なんですって。でね、近年ではね、そのうろがね、広がって中からね、外の光がはっきり見えるようになってしまったそうです。公式サイトにはね、犬の日カレンダーっていうのが掲載されていて、妊婦がね、満5ヶ月を過ぎた時に日本ではね、さらしの腹帯を巻くんですが、そのね、参考にするカレンダーみたいです。で、赤ちゃんがね、生まれたらね、命名のお手伝いもしてくださるって掲載されていました。高崎神社、御祭神が
イザナミの御事とイザナギの御事、お神徳が縁結び、家内安全、交通安全、商売繁盛、心願成就、必勝祈願などです。所在地が群馬県高崎市赤坂町94。割と最近、縁結び寺社群馬編でもね、高崎神社実は取り上げていました。古くからね、縁結びの宮として知られていて、恋愛に限らずね、人と人との大切な縁や商売の縁などね、より広い意味で様々な良縁を結ぶ神社として親しまれているそうです。高崎の、ね、総鎮守のお社だそうです。日光二荒山神社、お祭神が大名口の御事、田織姫の御事、アジスキ高彦根の御事がご祭神だそうです。ご神徳が縁結び、家内安全、商売繁盛、厄除け開運、交通安全、学業成就とかですね。所在地が栃木県日光市山内かな、山の内かな、2307、日光山信仰の始まりとなった古社で、二荒山がね、南大山らしいんですが、南大山のことを二荒山って呼ぶのかな。で、南大山をご神体としてお祭りしていて、古くからね、下野の国の一宮として敬われ、信仰をね、集めているそうです。現在ではね、縁結びのご利益で人気の社となっているって公式サイトにもね、掲載されていました。東京大神宮、所在地が東京都千代田区富士見 2-4-1 飯田橋って書いてありましたね。御祭神が天照大神、豊受け大神、雨の水中主の神、高見結びの神、結びって書いてあるのもあるので、ちょっとどちらが正確かちょっと謎です。神結びの神、大和姫の御事、ご神徳が縁結び、家内安全、商売繁盛、厄除け開運、交通安全、学業成就など諸願の成就でして、東京大神宮は東京のお伊勢様って称され親しまれていますが、伊勢神宮、内宮と外宮のね、御祭神である天照大神と豊受け大神、さらに大和姫の御事を奉祭していることによるそうです。またね、天地万物の三神がね、合わせ祀られていることから、縁結びにね、御利益のある神社としても有名だそうです。冠稲荷神社、前回もね話しましたが、先日ね投稿した神社です。所在地が群馬県太田市細谷町一番地で、御祭神が床の御霊の大神、妙の神と大宮の目の大神、御神徳が縁結び、子宝、安産、子育て、健康です。冠稲荷神社は出会いの縁、恋愛の縁、家族の縁、友情の縁、仕事の縁、学業の縁、子宝の縁、それらのね、縁への願いを絵馬に託してお参りするといいそうです。縁結び狐、また子宝狐、安産狐、子育て狐、そしてね、健康と諸願成就は実る狐っていうのと咲き狐っていうのがいらっしゃって、それぞれの縁を守るお狐さんがね、いるそうです。毎月ね、15日いいご縁の日だそうです。その15日にね、月並み祭っていうのがあって、縁結びのご祈祷をしてくださるんですって。月並み祭の参列希望者のね、申し込み方法がね、公式サイトに掲載されています。定員がね、30名で締め切るそうですので、希望される方はね、公式サイトをご確認ください。ウェブから申し込みができるようになっていました。縁結び神社拝観のね、ご参考になれば幸いです。それでは今日はここまでで、水曜にはデートスポットなどをご紹介しています。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。